はい、えー。今回も、おっさんが気になるニュースを、ではなく、えー、対談形式にして、えー、進めていこうかなというふうに思います。最新 AI ニュースになります。えー、2024年度3月の3日日曜日になります。えー、今回はですね、えー、AI ニュースではなく、ちょっと対談形式で、えーと、いろんなことのお話をしていこうかなというふうに思います。はい。えー、いつも通りで、えー、村川所長にお願いしようかなというふうに思います。村川市長、どうも、えー、こんにちは。おはようございます。 はい、よろしくお願いいたします。ははいいいよろししくお願いします、はい、では、ちょっと早速ですけれども、はい、えー、今回のテーマっていうか、ちょっと一貫したテーマでちょっとやってる感じなんですけれども、はい選手、えー、同様でですね、今回のテーマっていうのも、えー、生成 AI 活用最前線ということで、ちょっとやっていこうかなというふうに思います。はい,よろ,い、はい、よろしくお願いします。はい今回ですね、まああのーまあ、いつも通りで、企業はですね、えー、生成 AI なぜ、 導入できないのかっていうね、この問題点についてで、ちょっとお話をして進めていこうかなというふうに思いまして、で、えっと、まあ、1段、2段、3段という形でやってきたんですけど、まあ、そもそもですね、私、ちょっとですね、いろんな企業さん回ってるときに、一番の問題点っていうのが、こういったことじゃないかなというふうに思いまして、次のえ内容なんですけれども、はい。まあ、生成 AI と企業のセキュリティですね。セキュリティそうですね。はい。 やっぱりそうですよね、村岡社長とかも、やっぱりその一番懸念材料としては、その情報漏えであったりとか、その著作権の問題とかっていうところとかが、やっぱりこう気になるところではありますよね、やっぱり <laughs> はい、まさにそこが、リとところだとは思っていますね。その企業さんってどうなんですか、この辺のそのセキュリティの観点とかっていうのが。 ちょっとまあ,あの多分これ見てられていらっしゃる方ってやっぱりその現場の状況ってあんまり知らないと思うんで例えばそういう開発現場とかでのセキュリティってどうなっているのかっていうのをもしお話聞けたらはいそうですね、はい、開発現場っていうところではまあこの生成 AI を使うっていうところに関してはやはり、うん、消極的なところがやっぱり多いかなという印象ですね、はい、やはりもうその生成 AI を使った何かをしますよみたいな、うん、もうお仕事自体がなかなかこう 拝見しないかなとで、この前こうようやく、はい。 あの案件を見ると見ている中で生成 AI の実装経験や知見がある方っていうのがちょっとありまして、ね、ちらっと。あすごいなとか思いながらちょっと見たんですけど、やはりそれでもやっぱり一件ぐらいしか見出てないといとう,うな状態ですね,、うん、ねあの通常の開発で情報漏えいとかの,その制御してる部分とか、例えばインターネット使わせないとか、なんか昔だったら、僕の時代とかだったらそんなのあったんですけど、なんかど真ん中に、あの、 インターネットになんか接続できる端末が1台あって <laughs> で、みんな何かあったらそこに行ってこう調べるみたいな、なんかそういう状況とかもあったかなと思うんですけど、今ってどうなんでしょう、そういうところって。いやもう本当に場所によりっけりですね、まあ、実際、インターネットで調べても OK という場所もありますし、もう一切昔と変わらず、完全に遮断されてる <laughs> え現場もあります。で、あ<ー>まあその中でも、はい、うんやっぱりそうですね。 まあそういうところの遮断されてる子たちとかはスマホとかで <laughs>、うん、<laughs> 調べてゃいそうですよね、そうです<ー>結局、スマホで調べて、それでやるっていうことですよね、あ<ー>なんか。結局、なんか合ってたりはしますよね。うん、まあ、ただやっぱり、その、情報端末自体が、会社のものにつながっていないので、はい、まあ、中のものが抜かれるってことは、まずないというところもあったりはするんですけれども、うん、まあ、とはいえ、なかなか。 難しいかなとまああとはやっぱ PC の監視ツールっていうのが結構やっぱりすごい進化をしてきてるのであそうなんですね何をしてたかであったりとかっていうのがもう全て分かるっていうところがありますよねまあ <laughs> よくよく言われることですよねそうセキュリティがそが上がれば上がるほど作業能率が下がるっていう <laughs> そうですねそこはトレードオフなのかなっていうような感じですよね,っ,すよねっていうところがありますよね、はい、だからまあどちらかというとそのログを取りながらでなんかその経過を見てなもし何かあった時に責任の所在をそこ,こで 追求するっていうねなんかそういう傾向になんかあるのかなぁとは思うんですけどね。そうですね、はい、ちょっと次のね話題で、ちょっとね、じゃあ、あの村岡社長が考える、例えばですね、どうすればセキュリティをクリアできるのかと思われますか、こう生成 AI を導入して、業務能力化が効率化を図るためにはっていう、どうですか <laughs> なかなか難しい、ね。<笑><笑>いや <laughs> やっぱり はい、あのーはいの基本的には性善説をなりわりとしてるのであくまでもやっぱりこう社員たちを信頼していくところではあるんですけれども最低限のこう規約であったりとか、はい、まあ決まり事っていうところはこう作るべきであるかなというところもただ、これ、ね、<laughs> まあ物によるとしか言いようがないところですよね。 ですよね個人情報であったりとか、もう本当にどうしようもできないものとかに関してくると、やっぱガチガチに固めないといけないし、そういうところで、本当に逆にオープンにしていいような情報とか扱ってるところだと、どんどん逆に。 いうそ,うそうなんですね、はいまあ、結局、だからそのオープンで何でもこういいよっていうところの開発だと、やっぱりその辺もオープンみたいな感じの感覚なんですかなんか、もうまさにそうですね。なるほど、なるほど。そうじゃなくて、例えば工場系の機関システムとかやるとかってなると、なんか結構隠蔽されてるような感じの感覚なんですけどね、うん、なんとなく。ああ、そうですね。 ふさわるところとかは特にそうですね、はい、うんなんとなく、そんなような感じがしますね、僕もあの昔ですね、あの大阪で、なんちゃら電子大学みたいな感じのところあるじゃないですか、あ,のあります、はい。あそこの、えー、とセキュリティのね、なんかあのすごい一人者のなんか教授の方がいらっしゃって、その講義受けて、でその後でちょっとお話、ちらっと聞いたことあるんですよ。 <で> <laughs> でその時にやっぱり言われている内容としての内容で、やっぱりセキュリティという問題点としては、やっぱりその,その方が言ってらっしゃったんですね、セキュリティが上がれば作業能率が下がると、で作業能率が上がればセキュリティが下がると、で、ちょうどいい感じでやっぱりこう付き合っていかないことにはいけないっていうことで言っっってらっしゃったんですよ、ねね、いでもうまさにそうだと思いますね。だからからなり難しい内容 さじれれ、ねね、加減っていうところがやはりすごい難しいところですねまあだからこそやはりあの国のシステムとか紙がまだ残ってたりする<笑><笑>ついこの間らしいですよなんかフロッピーディスクがやっと端子になったって。 もう懐かしいですよね <laughs> フロッピーデ <laughs> なんか,かないもまだまだそういう時代でねやってたっていうねちょっとな法律とかも追いついてないところもあるのかなと思うんですけどねここでね,でねちょっとねはいあの浦賀社長ね僕実はちょっと先日ですねあのちょっとねあのセミナーの講演会ちょっと行ってたんですね。 まさにこのちょっとセキュリティに関する内容で、ちょっと、まあ、あのそこがクリアできれば、こういったこともできるよっていう、ちょっと講義としてで、僕はちょっと案内した内容がありまして、うん、ちょっとそれ、ご紹介しようかなと思うんですねしお願いします、はいあのー、実はです言いますと、ね、ちょっとあの画面はちょっとあまりお見せできないんで、ちょっとぼかしにしてますけれども、実はこれ、あの顧客管理のシステムなんですよ。 であのー、中に項目がたくさんあってもちろんこれ入力していくっていうやつなんですけど、まあ、そこの担当者の方がですね、まあ、一応 DX どうこうっていう風な話があったんでじゃあ、あのーはい、そちらでお使いになられてらっしゃる何でもいいんで資料送ってきてもらえますかっていう風にお願いしたんですよね。はい、そしたらなるほどもう結構あの乱暴な形の,この写真を1、ね、枚ポン送ってきてこられて <laughs> <laughs> でこれでどないすんねんっていう話もあったんですけどまあまあまあでも。はい まあいただいてたんで、じゃあ、これでなんとかできないかなということで、僕がちょっとこれを生成 AI で、なんか、うん、業務能力ができる方法なんかないかなということで、ちょっと一回デモストレーションやってみたんですね。で、どういった内容をやったのかっていうと、はい、まあ実はここにあるその、えー、と入力システムを、えっ、ー、と、まあ、最近、Google のジェミニーっていうやつがあるんですけど、はい、そのジェミニーにですねあの、アップロードして、 でえー、とこの写真の項目を全て表にしてくださいということで、えー、と生成したんです。するとね、こんな感じで、えー、と全てこうね、氏名とか全部分,か分けてちゃんと項目化したんですね。はいはいはい、はい、はい。これちょっとすごくないですか。この写真家から読み取って、ねうん、これだけの内容を、えー、と出してる。で、これ多分、あのー、村岡社長だったら気付いていただけるかなと思うんですけど。 ちゃんと、ね、リレーションシップみたいな感じの、ね、分け方になってるんですよなってますよねそうなんですよ、うん、<laughs> これすげえなって <laughs> ちょっとね思ってねでしかもねこれ何がすごいのかまあグーグルが連携してるっていうところもあってで、ね、このスプレッドシートにエクスポートっていう機能があるっていうねうんうん、うん、はいお便利ですねそうなんですよだからまあここで僕が何が言いたかったのかというと、まあ、写真1枚でこれだけの項目を もうえー、と抽出することが可能なんですよっていうことで案内してたんですよ。通常であれば、まあ、ここまでの案内になると思うんですけれども、まあ、そこはですね私カワゴンでございますこれで終わるわけではありませんね。はい。はい、ここからね私ですねデモンストレーションでみんなを沸かした内容がですね、まあ、入力の自動化っていうところを説明したわけなんですね。はい,はいはいはい。はい、でそれどういうことかって言いますと。 まあまあまあ、いわゆるですね、あのさっきの内容というのは、お客様とのやり取りの中で、えーとまあ、聞き取ったりとか、アンケートなり、マ、まあ、ーケットというか、なんか、まあ、シートなりに書き込んでもらったやつを入力するっていうのが一般的じゃないですか。そうですね,ね、まあ。やっぱりこの世の生成時代にそれはナンセンスだと僕は考えまして、はいはい、お得意の録音データですね、これを用意してもらうと。で、これはどういうことかというと、まあ、例えば、まあ、お客様を想定して、でお話をすると。 でそのそ、えー、録音データをまずは収録するわけなんですよね。例えばはい、はい、お客様にですねあの、どちらから来られたんですか、何で来られたんですかとか、<laughs> 5000年,年アピーをお伺いしてもいいですかとかで、まあ、好きな,な食べ物なんですかみたいな感じの内容を録音するわけですよ。一連の流れとして。はい、で、これをですね、うんまあ、テキスト変換をすると。はい、<laughs> で、そのテキスト変換したものっていうのは何かっていうと、まあ、会話の。 テキストデータなんですよね。はい、じゃあここからね、うん、入力しちゃおうじゃないかっていう試みをやってたんですね。で実際に私がですねちょっとあの想定してやったのがですねこういう感じの会話、うん、これ実際に僕が喋ってでそれを録音してテキスト変換した内容なんですよ。でこの中にまあいろいろとこう喋ってる内容があってでで、えー、と一番下にお客様のコメント文ですとこの内容を抽出して表を埋めてください。 でお願いするととなんとこれ見て晴らしい。<laughs> はい、でまあただちょっとね、あのーまあ、文字変換がちょっとおかしい感じのところあるんですよ。<ー>「大阪府門真市ってねどういうことやねん,ん<ー>っていうのを。門 <laughs> 増,増しで。門増しで。門真市みたいな感じになってるんですけど <laughs> <laughs> まあでも大体この文書の中の項目っていうのが各項目に当てはめて全部入ってるんですよ。これちょっとすごくないですかはいはい、はい これね、いやめっちゃ楽ですねなのでまあこれを僕が歌って,てででまあ本当にこれね応用できる内容だと思うんですよねっていうのもうん、うん、やっぱりこうお客様との会話だけでそうテキスト変換したものを解析してレポートを作ることも可能だし例えば新人研修の会話からテキスト変換して解析して,析してし研修資料を作ることも可能かなと。ね、であとまあこんなのもあれかもしれないじゃないですかこうネガティブな社員のね相談を受けてと。 その、えー、会話データをテキスト変換して解析して何かに使うとかね。あの <laughs> <laughs> なんかそういうこともできるのかな？みたいなとかね。ま一般的にはやっぱりこうね。議事録なんかを取っちゃって議事録としてね。まあ,あのまあ、会議内容を議事録に変換するというまあ、これは一般的にやられてるのかな？とは思うんですけど、ただ会議内容ってそれだけじゃないと思うんですよ。はいはい、議事録だけで使うものってもったいないかな。うんうん、中でやっぱり話し合われてるな内容のものがあるんで、そこから例えばですね。営業計画とかですね。戦略の考案とかですね。スケジュール作成なんかも。 作れたりとかするわけなんですねこういった形でやはりロックンしたデータをテキスト化しておいてそこから何かをするっていうアクションがまあ今後先、えー、と一般化するんじゃないかなとでここがですねやっぱり可能性が大だというふうな話を僕はその場でしたわけなんですよねでで僕はちょっと振り返ってでもう一回、えー、とお伝えしますとですねまあ この一連の流れをやるときにじゃあ,あの個人情報の扱いどうなんだっていう話に持ち込まれるわけなんですよ。もちろん勝手に録行するのはいけないと思うんですよねそういう場合。 ねまあ、それなりに問題が起こったらいけないからその録音する時にも何らかのこう取り決めなり契約書なり書かないといけなかったりとかそういうね式があったりとかするとは思うんですけどまあそこでなんかせっかくこう例えば言葉の内容をその自動でテキスト化してで自動で入力するすべがこれあるんだけどここがねセキュリティの壁なのかなっていうところもちょっと思うわけなんですよね。うん、うん 村岡所長どう思われますかこれいやもう同意しますね <laughs> そうなんですよね便利は便利じゃないですか結局こういう形でいくと思うんですよでもだがしかし入れれない理由っていうのがそういうところにあるのかなとかねそうですねうんで僕はちょっと思うわけなんですよねじゃあ 例えば、まあ、今話していた内容の中でねじゃあこの問題どう立ち向かうためにはこ,この問題を立ち向かうためにどうすればいいのかっていうことなんですよね。もうどうすればいいと思いますかほんま。 いやもう本当にペックもあの極端な話をすると、本当にその個人情報であったりとか、もう情報扱わないものにもう特化していくというか、ね、はい、う例えば配信系の何かであったりとか、もう皆さんにオープンで見てもらう場所とかで生成 AI が自動的に作り出したもうとともに話をしていくみたいなは、ね、はい、はいそういうところであれば、もう何もかも問題ないとは思うんですけどね。 うただ、うこういうところで個人の情報になってくると、<laughs> まあ、だか,かこれ、ですよね、やっぱり管理っていうところがね、やっぱりすごく引っかかってくるんですよね。はい、で、ここでね、例えばその会議の議事録としてで、録音したデータを扱うましょうっていうふうになった時も、それが言えると思うんですよね。っていうのも。そうですね やっぱりこう音声変換するってことはあのクラウドサーバーの方に何かサービスにあげといてでそこから変換するっていうのが一般的なんですよ。はいうん、でそうすると果たしてその社内の機密情報をそんな知らないクラウドにあげちゃっていいのかっていう問題もね,ね、うん、ちょっと出てきたりとかするのかなって思うんですよね。はい いや、うん、本当そうですね、やはりその <laughs>、どこかわからないものに上げてしまうっていうところ、やっぱ一番怖いところかなっていうふうには思いますね。すあのまあ、よく言う、うん、あのメタバースとか、はいまあ、ああいうところに上げるやっぱデメリットっていうところ、やっぱり情報セキュリティの部分であって、やっぱりこうハッキングのリスクが存在するっていうところなんですよね、どうやっしても。うんはい なんかかね、やっぱそういうデジタル空間に上げるっていうところによる改ざんであったりとか、はいね、まあ匿名性を悪用した犯罪などのリスクであったりとかねいろいろとやっぱ言ったらキリがないものがいっぱい立ちはだかってくるてそうですよで僕はねあの大昔に先輩にですねもうちょっとお前最高のセキュリティなんかわかるかって言われて。 <で>うん、えどうやってやるんですかって聞いたら見とけよって言われてランケーブルポチって抜いてたんですよ。最ほんとね、はい、まあそれぐらいの勢いのねやっぱりローカルっていうのがやっぱりなんかローカル上で何かできないと日本って絶対に、ね、これ普及してこないんじゃないかなっていうねところもちょっと思うんですよねいや。 うん、そうですねやはりあのそのそ日本っていう国自体の法整備の遅れっていうところやっぱりすごい起因してるとやっぱ思うんですよね。ネットでこういうことが起きた場合こういうふうに対処するよみたいな法っていうのがまずないっていうところも相当厳しいところですよね。まあ、各個人に任されて裁量をされてるっていうところが怖いところであって、うんうん、そうですね、うん、確かに。うん、でまあやっぱりねこう村上社長ともねちょっとあの実言うと話をしてた内容っていうのがねこう ローカルでなんとか音声変換できないかっていうねちょっとその辺のね <laughs> 内容でちょっとしてたんですね,ですね実はねだからまあそれが進むとまだ企業もちょっとなんか、うん、いい感じになるかなって最近ちょっとねよく出てきてるんですよ本当にあの n ン i ディアもあの自分のところのグラフィックモードの GPU を使ってであのローカルでね動くその生成 AI とかも出してきてるんですよ実は。 例えば、えー、とオープンエア社の WISPAR っていうその言語化モデル、うん、あの音声を言語化するっていうあのモデルがあるんですけど、まあ、それも普通に、ねはいえー、GitHub で公開されてたりとかして本当ローカルに入れちゃえば、うん、もうある程度内容で、ね、動いたりとかするんですよねでここに来てあの AMD ってご存知ですかねあのあ、はい、チップメーカーあるんですけど そこも、昨日、一昨日ぐらいのニュースなんですけど、まあ、株価が爆上がりしたんですセ、うん、53%ぐらい上がったらしいんですよ。その理由が何かというとその AI に対するその変換するようなグラフィックボードを出すんじゃないかということで、うん、なんか盛り上がってるみたいで、うん、まあ今後と、ね、うん、いろんな形でやっぱりローカルで何かやっていくようなものっていうのがどん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 出てくる可能性があるんですよね。本当<あ>、うん、そうですねあの実際この前あの カーゴンさんの方でやっていただいた弊社の研修の中で、正社員の一人がローカルで動くものを一つ入れて持ってきてたと思うんですけど、ははははいいいいそうですね実際にああいうものとかも進めていく必要があるのかなという感じはしますね。特にこういうことにできますよみたいな、先ほど出した表の中に社員との会話であったりとか、フォローであったりとか、ああいうところでやっぱり。 会話した内容って外に出せないので、うん、そうですね。で、なってくるとこう、うん、ローカルでやって、うん、話を聞いて、そこから、うん、え解析をして対策を練ってっていうところがやっぱいるとやっぱ一番いいかなと思います。うんうん、そうですね。

お話をしていく上できちんとした会話をしてしていきたいなというふうにやっぱ思ってるのでまあそれぞれ資格を取ろうかと思うんですけど、うん、やだとしても資格を取ったとしても一、ね、人の人間が考えることって、ねうん、ちょっとじゃないですか、まあ、こういうところでねあの生 AI をちゃんと活用して、えー、きちんとした。うんえー カウンセリング的なものができるっていうのがあれば、うん、多分すごく一つ売りになっていくんだろうなっていう,うな。そうですね。だから多分そこら辺の専門的な知見をですね、例えばあのチャット GPT で何かあの前提条件として書いておいて、で、ログデータを、はい、えっと入手しておいて、その会話からえっ、ー、と感情を読み取ったりとか、どういう思考なのかっていうのを分析したりとか、うん、っていうことができるわけなんですよね。 そういうので活用するとまたちょっと違う一面でね生成 AI が生きてくるんじゃないかなとも思いますしね。うん、そうですね、うん、だから、まあ、やっぱり、うん、と僕はキーになるのは AI とデバイスっていうふうに僕はちょっと思っててやっぱり今年はそういう年、はい、になるのかなっていうのはちょっと思います。はい そのデバイスっていうところがやっぱキーになってくるのかなって感じね。もうちょっとやっぱり村上長、一緒に作りましょう、ローカルの。の <laughs> <laughs> ちょっと 2>, 2人でちょっとね、とりあえず1個あの、サーバーちょっと作り込みましょうかもう <laughs> この年になってね、あまりね、あのやらないですけどね、本当、ね、の。 <laughs> まあでもちょっとね本当ねなんかそういうのが先進してできて導入できる事例があればねやっぱり皆さん進んでいくのかなぁとも思うんでねなんかそういうのの情報もね,ねどん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 ちょっと発信していこうかなというふうに思いますんでねあのぜひあの村岡社長もちょっともしその辺あの世の中に生成愛を広めるためにちょっとあのご協力いただければと思いますはい はい。私も今後の仕事に活かしていきたいと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします、はい。はい。よろしくお願いします。はい。えー、このチャンネルではですね、まあ、あの、通常であれば、えっ、ー、と、毎朝7時にですね、AI ニュースの本をお届けしております。で、他にもですね、チャット g p t の内容とかですね、プロンプトエンジニアリングの内容とかですね、えー、g e n e r a AI の内容なんかもやっております。 で私ですね、生成 AI で道を切り開くということで、365日、365人の方と名刺交換挑戦中であります。でもしですね、名刺交換していただける方いらっしゃったら、またご連絡ください。他にもですね、ニュースパートナーなんかも募集してますんで、お気軽にご応募ください。でポッドキャストなんかでもこちらの方聞けますんで、よろしかったらそちらの方もお聞きください。はい。 以上でございます。村上社長、なんか、ちょっといつも難しい問題、ちょっと付き合っていただいてありがとうございます <laughs> いえいえ。いやいやもう、こっちらは毎度勉強になって、すごくいいと思います。い,ますいや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 、ほんまにね、でもちょっとね、あのローカル開発で、ちょっと AI で、僕は音声分析からスタートかなって、ちょっと思ってるんで、もしよかったらね、本当にこれあの、共同で何かできたら、ちょっとおもろいかなと思うんで、本当にこれ、ちょっと進、ね、めていきたいなというふうに思いますんでね、はい、はい、ぜひあの、ちょっと一緒にやっていきましょう。はい はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、はい、じゃああの引き続きよろしくお願いします。これご覧いただいている方はですねえー。日曜日だと思いますんで。でえー、まあ、今日お休みかもしれませんし、お仕事の方もいらっしゃるかもしれません。あの是、ー、非ゆっくりまあ、お休みになっていただくかえー、頑張って働いていただければなというふうに思いますんで。ではい、またあのー、明日も配信しますんでよろしくお願いします。はい、村上社長どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、すいません。失礼いたします。